1993年の埼玉県。ペットショップを経営し大繁盛。その人気からテレビ出演まで果たしていた男、関根源。しかし彼の本当の正体は日本史上まれに見る凶悪なシリアルキラーでした。平成最大の猟奇殺人、埼玉愛犬家連続殺人事件。関根は殺害した遺体をサイコロステーキのように切り刻み、骨は文字通り粉になるまで焼き尽くす。そんな徹底した遺体処理の手法を彼はこう呼んでいました。ボディを透明にすると、皆さんこんばんは。こんばんは。始まりました、はい、睡眠室、はい、独特な感じでしたけど、はいはい、すいません、水曜日なんでね、はい、水曜ミステリーというところなんですけど、はい、今回取り上げる事件がですね、これ平成最大の猟奇殺人事件と言われております、うん、埼玉愛犬家連続殺人事件についてなんですけども、ね、名前はねやっぱ皆さん知ってると思うんですけど、強烈なんですよね、うん、これ。では早速事件の概要を見ていきましょう、はい、事件の概要。事件が起きたのは1993年の埼玉県。ある4人の人物が連続で失踪するという事件が起きました。その4人とは会社員の浜崎さん39歳、暴力団の組長代行である安藤さん51歳、その付き人の和久井さん21歳、そして主婦の谷口さん54歳です。捜査が進むにつれ、この4人にある共通点があることが分かりました。それは4人全員があるペット会社の社長関根源とその妻風間博子と接点があったということ。そして後に明らかになったのは、失踪した4人全員が実は関根夫婦に殺害されていたという真相でした。この事件が注目されることになった最も凶悪なポイントは関根の殺害方法です。彼は栄養剤と偽って毒入りのカプセルを被害者に飲ませ、その後骨も残らないようなおぞましい方法で遺体を解体していました。関根は人を殺すことをボディを透明にすると表現したり、人殺しの世界大会があれば優勝できるなどと発言したりしていて、殺人を行うことに何の罪の意識も持たないサイコパスでした。その後逮捕された関根夫婦には死刑が下ることとなりますね。これあの超有名な事件で、はい、冷たい熱帯魚ね、はい、そうですね、ありましたね、見ましたけども、映画のモデルになったやつ。そうなんです、うん、でまさにこの事件ですね、はい、そのまま本当映画そのままだっていうね、うん、内容になってるんですけど、はい、これ俳優でんでんさんの開演というのが話題となりました、うん、あと我々ね、オカルトに携わるものだったら、うん、三木大雲さんの、ね、体験談でもね、こちらの事件関わってきたりもしてますから、実際ちょっ と,、いわゆる会話も交わしたりとかね、そういうこともしてるっていうね、それを知ってる方もいるかもしれないんですけど、うん、これ事件のポイント、猟奇的な犯行内容だと、はい、で事件がねかなり猟奇的になってます、うん、でいろんなところでも睡眠とかねいろいろ言ってますけど、はい、苦手な方は閲覧注意だという、うん、そういう内容になってます、うん、一連の事件一体どんな経緯があったのか詳しく見ていきましょう。事件の経緯。1982年、後に死刑囚となる関根は犬などのペットを繁殖・販売する会社アフリカケンネルを開業しました。時代はバブル、空前のペットブームに業界は潤い見せ、関根もその波に乗り会社の経営は順調でした。さらに関根が一躍有名になることになったきっかけがシベリアンハスキーです。彼は日本ではまだ珍しかったシベリアンハスキーを流行らせ第一人者となったのです。業界ではちょっとした有名人、テレビ出演も果たしていました。ところがバブルの崩壊とともに会社の雲行きも怪しくなっていきました。関根は犬の繁殖場の建設費などで1億4000万円もの借金を抱えることになります。でですね、これ、うん、あの金に困った関根がですね、はいはい、もう悪どい手を使って儲けることを考えつくと、はい、でその手法というのがね、つがいのシベリアンハスキーを、まあ、法外な値段で売りつけて、うん、生まれた子犬は高値で買い取るよって嘘の約束をするんですよ。あ、なるほど、はい、うん、で実際に生まれるでしょ、うん、生まれた子犬にいやこれ病気だから、うん、って言って難癖をつけて、うん、買い取り自体を拒否するっていうことをやっていた。めちゃくちゃやね、やり口はね、で実際は数十万円程度の犬をね、うん、いや儲かるからって言って1000万円以上の値段で売りつけたり、うん、でしかも子犬を
買い取る約束は守らないっていうね。なんかこう1000万ってね、うん、ってなるじゃないですか。法外ですよね。でもあれなんかな、こうまだネットがそこまで普及してない時代やから、確かにね、簡単に調べられなかったんでしょうね。そう、今と違ってね、そういうことに関する時代も遅れてたからね。でもまあそんな嘘すぐバレそうですけどね。そうなんですよ、うん、でそういうやり方で当然トラブルっていうのは出てくるから、はいはい、ついに関根はそこで最初の殺人を犯すことになるんです、うん。最初の被害者は会社役員の男性、浜崎さん39歳でした。当時兄弟が経営していた会社の業績が悪化したことから関根に勧められ犬の繁殖ビジネスを手掛けることになっていました。浜崎さんは関根を信用し、つがいの犬に1100万円を支払います。ところが実際の相場は数十万円。その事実を知人から聞いた浜崎さんは、関根に騙されたと腹を立て、当然ながら代金の返済を求めました。すると関根は650万円と車で返すと返金に応じ、浜崎さんを呼び出すこととなります。しかしこれは関根の罠でした。1993年4月20日、浜崎さんは会社帰りに関根と落ち合いました。仕事帰りだという浜崎さんに関根は、疲れているだろうから栄養剤をどうだと言って、ある恐ろしいものを差し出しました。それは硝酸ストリキニーネ入りのカプセル。硝酸ストリキニーネは犬の安楽死に使用する薬で、もちろん一般人では手に入らない危険な毒物です。しかしペットショップを経営していた関根は、知人の獣医から 5g を譲り受けて所持していました。これはなんと50人分もの致死量。この劇薬を躊躇なく人間に使える彼は、この時点でシリアルキラーの素質を備えていたのかもしれません。栄養剤だと思い込み、関根に勧められるまま硝酸ストリキニーネ入りのカプセルを飲んだ浜崎さんは、声を出すこともできないまま絶命しました。そんな中、アフリカケンネルの従業員 Y が買い物と給油を済ませて帰ってきました。そして絶命したばかりの浜崎さんが車の座敷で亡くなっているのを目撃してしまいます。同じようになりたいか。関根は Y を脅すと、 Y の車に死体を乗せ、群馬県にある Y 自身の自宅、通称ポッポハウスに運ぶと、関根が遺体を解体し始めました。その間、 Y は関根の妻風間と合流し、浜崎さんの車を隠し、解体された遺体は主に山の渓流に流されました。いや、なんかもうそのね、うん、突発的に殺害してしまったということではなくて、そうですね、もう計画的に意図して殺害に及んでるっていうところで、うん、やっぱ言ってた通り、もうシリアルキラーの、そうだね、そして十分というか、でね、もうカプセル用意したりとかさ、そうそう、だからね、自分の仕事の関係で手に入るというところもあったっていうのね、もうすごいよね。もう Y さんがかわいそうでしょうから、ね、不憫ですよ、騙された上にっていうところで、うん、でこう、そして解体を手伝わされた Y はですね、うん、この後もたびたびこの死体遺棄っていうのに加担させられることになるんですけど、うん、Y によると後にですね、関根はこんなことを言っていたそうなんです、うん、ちょっと読み上げますね、うん、殺しのオリンピックがあれば俺は金メダル間違いなしだ。殺しのオリンピックは本物のオリンピックよりずっと面白い。そのうち俺は殺しの世界で一番の男になりたいと思うようになった。人間なんでも一番にならなきゃダメだ。殺しにかけては俺が今ナンバーワン。死体がなければただの行方不明だ。証拠があるなら出してみろ。俺に勝てるやつはどこにもいない。まず言わせていただくと、はい、そんな大会はございません。はい、そうなんです、ね、何を言ってるんですか。家庭で俺は一番だってことを言ってるわけなんですね。むちゃくちゃなんですよ。他にもまだ殺してるんですか、これ、ね、そうだからね、これかなり余罪が疑われていまして、うんうん、まあ、それはちょっと後々ご紹介するんですけども、はいはい、でこの1件目の直後からですね、うん、関根、風間、Y は捜査当局の監視対象に、ね、うん、なったんですけど、うん、はいはい、そんな中捕まらないっていう絶対的自信があった関根はですね、うん、監視をものともせず次の殺人が起きます。最初のね、浜崎さんの事件がきっかけとなるっていうところなんですけども、うんうんうん、で第2第3の殺人が起こると、うん、で関根の古くからの友人である暴力団の組長代行のですね、安藤、うん、51歳という人物が関根が浜崎さんを殺害したことに気づいてですね、うん、まあ、ゆすりをかけてきたわけですよね。でこれが1993年4月21日に関根と妻の風間はですね、うん、Y の運転する車で被害者となる安藤の自宅にまず向かった、うん、で Y を車の中に残して関根と風間が入っていって、うん、安藤とその付き人
の枠井っていう人がいたんだけど、うん、これ21歳なんですけど、うん、にまた栄養剤だよって偽って硝酸ストリキニーネを飲ませたわけですよ。でその後はまたもやポッポハウスに向かって解体や処理を行うと、うん、で妻の風間はですね、生液に入れ墨を入れて入れ墨から安藤と分からないように細かく刻まなくちゃと言ったと。で、まあ、いわゆる局部ですね、うん、そこについては気持ち悪いからあんたやってよと Y は言いつけられたんですけど、うん、まあ、北条を研いだくらいしかそれに関してはしていないっていうところなんですけどね。なるほどね、うん、組長代行じゃないですか。そうです。いやもうね、はい、やばいっすよ、そういう人ですらも。いやすげえな、もうだって恐れてないですからね、うん、全然多分怖くないんだろうね。そうそうそう、生意気にもって、これ嫁の方も言ってるわけでしょ。そうだから生意気に、その2人のセットっていうのもまたちょっと気持ち悪かったりするんだけど。いやすごいな。でこの第2第3の殺人から1ヶ月ほどしか経ってないうちにですね、うん、また次の犯行に及ぶ。第4の殺人。前回の殺人から1ヶ月ほどが過ぎた8月26日、関根が経営する会社アフリカケンネルの従業員の母親であった谷口光恵さん54歳が殺害される第4の事件が起きました。関根は彼女と浮気をしており、その関係を利用して儲かるからとアフリカケンネルの株主になるよう持ちかけていました。そして谷口さんはこの話を信用して関根に出資金を支払ってしまったのです。当然この話で儲かるわけはなく、谷口さんは金を巻き上げられただけの形となってしまいました。彼女は他にも900万円という法外な値段で犬4頭を購入させられていました。関根はこの嘘はいつかバレると分かっていたので、谷口さんに硝酸ストリキニーネを飲ませて殺害することを決意。遺体は Y の運転でポッポハウスに運ばれ、関根が解体しています。とても気持ち悪い、うん、話なんですけど、はいはいはい、これ関根はですね、自分の中でね、殺人哲学として5つのことを挙げておりましたと、うん、でこの何だと殺人哲学とはと、うん、1つ目、世の中のためにならないやつを殺すと、うん、で2つ目、すぐに足がつくため保険金目的では殺さない、うん、で3つ目、欲張りなやつを殺す、うん、4つ目、血は流さないことが重要、うん、で5つ目、死体、まあ、彼はボディと呼んでましたけど、うん、を透明にすることが一番大事。哲学って言ってね、はい、なんかね、うん、それっぽく言ってんのもムカつきますし、なんか高尚なものみたく言ってますけどね。いやいや、ただ単純にね、うん、お金と それがもしバレそうになったら時のために、うん、保身のためにね殺害してるだけじゃないですか。人殺しのことを言ってるだけなんですよね。いやそうなんですよ。で遺体の処理についてなんですけど、はい、まあ、このサイコロステーキほどになるまで遺体は徹底的に解体される。ちっちゃこんなんすよ。だからすごく何度も何度もね切り刻んだりするのでしょう。で骨はですね、庭のドラム缶で灰になるまで焼かれる。で山林に巻かれて肉は渓流に流される。自然にカエルに任せられたと。死体用であとね、丸ごと燃やしたこともあったようなんですけど、それでは肉が焼ける匂いが漂うことになるということで、まあいろいろ試行錯誤、まあ試行錯誤っていうのもおかしいけどね、重ねた上で確立された手法であると。でこの犯行の、まあ、形っていうのを関根はですね、ボディを透明にするっていうことで形容してるんですよ。何回もやってるでしょうね、もう他にもね、うん、もう試行錯誤って言ってる人はおかしいからね。そうだから試しにね、いろいろと殺して、で実験に実験を重ねて今のこのねサイコロステーキまでしなあかんっていうことにね、たどり着いてるわけだから。人間の殺人でそういうことをするっていうのがもう状況を逸してるんですけど。いやもうやばいわ。で実はですね、関根夫婦の周りではこの4人以外にも失踪してるっていう人が結構たくさんいるんですよ、はい。まず事件の9年前ですね、うん、1984年にも関根と関係のあった3人が行方不明になっています、うん、で1人目が1984年の2月関根と金銭トラブルのあった秩父市の暴力団員が失踪してます。で彼はちょっと出てくるって言って自宅に迎えに来た車に乗って出かけたまま失踪になってる、うん、周囲には近くでかい金が動くなんていうことをちょっと話していたりもした人だったんですね、うん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 、で2人目、さらに5月です。関根と金銭トラブルがあったトラックの運転手が失踪してます。で彼は関根の店で働いていた時に店の看板代っていうのを立て替えていたと、うん、でその代金の返金を要求していたんだけど、関根から電話で返済を約束されてね、出かけたまま失踪してる、うん、で3人目です。6月です。関根の知人が夫婦喧嘩で妻を殴って死なせてしまった、うん、
で関根に遺体の処理を依頼していたっていうことがですね、今回の事件の逮捕後に発覚したんです、うん、で1995年の4月遺体遺棄場所の捜索が行われたんですけど11年も経っていてね、まあ、捜索は難航したと、うんうん、でこれはこのまま未解決事件となってしまった。で他にも数名の失踪者、うん、変死者っていうのが回れているっていう状況ですよね。だもうその今ね言ったさ3つ の、はい、その殺人事件バレてない、ね、こう見つかってないっていうね、うん、警察にバレてないってことはもうあのボディを透明にするっていう技法というか、うん、もうここ完成形ですよね。バレてないから、ね、してたらしいものがね、うん、であと4人目、うん、4人目の方がこう大金をね、はいはい、注ぎ込んでるじゃない。そうだね、これ犯人に関根にね、ってことは口めちゃくちゃうまいんですよね。そうだ、もうおしゃべり達者で、ね、うまいこと丸め込む。でなんか虚言癖がもともとあったと、うん、で話術も弁も立つっていうところで、うん、天才的な話術でその嘘を信じさせる才能を持っていたっていうところなんですよね。なんかね今ちょっと思ったんですけど、うん、今までだいぶねこう事件扱ってきたんですけど、はい、大抵その犯人の人って うまいですよね。あだともうそう本当ね俺あの事件見てて思いますけど、うん、かなり両極端だと思うの。めっちゃうまいか、うん、ほとんど喋らないかみたいな。そうね、そうこれはだからめちゃくちゃ喋れる、うん、うまいタイプなんだよね。ということでここからは関根について少しだけご紹介しましょう。犯人関根源。1942年関根は埼玉県で生まれました。子供の頃から嘘つきで有名で、関根の昔を知る人は中学時代から英雄気取りというかホラ吹きだった。目立とうとして学校の2階からわざと校庭に飛び降りたりするようなところもあったと話しています。19歳の時に結婚し3人の子供を設けましたが、関根の不倫が原因で離婚。その後も結婚と離婚を繰り返し、娘の友達に手を出したこともあったそうです。1982年、関根は40歳の時にアフリカケンネルを創業しました。そこへ客として訪れたのが風間ひろ子です。そこから2人は仲を深め1年後に結婚。関根にとって4人目の結婚相手でしたが、過去3人とはそれぞれ復縁した経歴があることから、風間とは7回目の結婚となりました。この頃すでに関根は人間心理を読むことに長けており、ヤクザのような風体をしていましたが、独特なユーモアと巧みな話術を持ち合わせ、引き込まれる人も多かったようです。その一方で彼には人望が全くありませんでした。というのも詐欺まがいの悪どい商法や顧客に対する脅しを行っていて、暴力団関係者とも関わりがあったため、深い関わりを避ける同業者も多かったのです。さらに人望がなかった原因は関根の虚言癖です。彼は自分が異端の経歴を持つ資産家であるように装っていました。周囲の知人や店の客に対してばかりでなく、著名なブリーダーとして雑誌やテレビの取材を受けた際にも虚言を駆使して店の宣伝に大いに利用していました。でですね、うん、まあ、こうした悪徳商法の中で最初に言った、1人から4人のその殺人というのが起こってしまったっていうところなんですよね。あのこの虚言癖で、うん、なんかこうある程度ね人騙せるようなやつって、うん、やっぱ面白いのね会話が、うんうん、俺仲間うちにも1人ちょっとすげえ嘘つくやつおったんですよ、はい、あなるほど。いや面白いんですよそいつのエピソードって。そういうなんか発想じゃないけどね。そうそうそう、虚言がゆえにうまいみたいなね。だからその自分の中で面白いエピソード作れちゃうんですよ。だからそういう才能はあるっていうところなんだよね。そうそうそう、だからね芸人というかさ、おしゃべりを仕事にする人たちの方向に世界に進めば全然変わったものがあったんじゃないかな。変わったものの可能性はありますよね。でですね、うん、まあ、関根の周囲で次々と人が消えてるっていうことで、うん、そのうちまあまあ周りも当然思うわけ、関根が殺したんじゃっていうことで、はい、思うでしょ。次第にね噂になっていたと、うん。で実はですねこの事件のちょっと前に、うん、大阪でもですね愛犬家による殺人事件があったと、うん、それが関根の状況と似ていることもですね疑いの目を向けられる要因になったんですよね、はい、で1994年の2月頃には関根のお店いわゆるアフリカケンネルにマスコミが大量に押し寄せた、うん、で関根源は身の潔白を主張して、うん、被害者家族たちは事件性を訴え続けるということになったんです、うん、そしていよいよ警察の捜査が関根に及ぶことになるんですけど、きっかけは遺体遺棄に加担した Y が元となるんです、うん、事件の発覚。最初の浜崎さんが殺害された事件の直後から関根夫婦は捜査当局の監視対象になっていました。被害者の浜崎さんの家族が関根との金銭トラブルを警察に相談していたのです。そして事件は遺体遺棄に加担した Y がきっかけで発覚することになります。
1994年10月 Y は2つ年上の女性と結婚しました。彼は第二の事件の被害者が暴力団組員だったことから報復を恐れて妻の実家に身を隠していました。そして実家には警察が張り込んでいたのです。刑事の気迫に押されて Y は任意の事情聴取に応じました。お前が目的ではない、関根の逮捕が目的なんだと言い聞かされ、 Y は関根に協力して死体損壊、遺棄を行ったと供述し始めました。1995年1月5日 Y の供述をもとに死体損壊、遺棄容疑でようやく関根と風間が逮捕されました。 Y の案内で群馬県の山林から多数の骨片、焼けたロレックスの腕時計が発見されました。これは浜崎さんのものでした。しかしこうした遺品は関根との関与を示すものではなく、遺体は跡形もなく解体されてしまったため物的証拠が乏しいまま裁判を迎えることとなります。Y の方向にね、警察がこう捜査を勝ちましたね。ここ行ったのはすごくいいですよね。そうだね。でそれが結果だからね。もう結局さ、こういうのって物的証拠が出てこないと、はい、もうね裁判でもギャーってなっちゃうじゃない、うん、そうだね。だからその辺はね、もうボディを透明にするっていう言い方してムカつくんですけど、まあね、あれもすごい狡猾ですよね。そうだから、この証拠っていう部分のね、うん、その物的証拠が極めて乏しい、はい、でしかも関根と風間がこう罪を なすりつけ合ったりしたからね、もう後半っていうのがものすごく長期化したと、でこれ裁判についての情報なんですけど、関根と妻の風間は死刑を求刑されます、で関根源は無期懲役、風間弘子は無罪っていうのを主張したんですけど、この主張が固まるまでにもね、初公判から約5年計105回の公判が行われたと、で逮捕から14年後の2009年6月22日に、ようやく風間関根ともに死刑が確定したと、でこれ加担した Y は、まあ、その2人に対してね、従属的な立場であったことが認められて、懲役3年という実刑判決となったっていうところなんですよね。なんかこう夫婦でね、罪なすりつけ合ってるっていうところもなんか見にくいし、そうだね、最後までね、あんたがあんたがみたいなことでしょ。でもこれね、そういうなすりつけ合いも作戦なような気しません？あ、こう長引かせるために、はいはいはい、自分が長らく生き延びるための、なんかこう作戦な気もするな。そうだね、それはすごく感じるよね、うん、で関根は実際2017年、死刑執行を待たずに病死してます。で妻の風間弘子についてはですね、現在も死刑執行を待ちながら東京拘置所に収監されていると、でこれは戦後12人目の女性死刑囚ということになるってことですね。なんかすごく嫌ですよね、なんかね。だからそういうなんていうの、最初のところでありましたけど、殺しのオリンピックがうんぬんとかね、そう、人を、まあ、殺めたことに対して、一辺の罪悪感もないじゃないですか。だからなんか通常の尺度っていうことで考えると、もうありえないと思うから、ありえないでしょう。だからそういうありえない人物を通常の我々と同じそういう法律とかで当てはめるのもなんかなって、ちょっと個人的にはちょっと思っちゃうんだよね。いやそうなんですよ。冷たい熱帯魚もね、はい、映画でね、まあ、ね、コーナーとしては、ホラー映画のところにあるんですよ。ああ、なるほど。まあまあ内容が、内容のところね、店にもよりますけど、はいはいはい、ジャンルとしては、うん、でも殺人事件の話じゃない。でもそこにあるってことはそういうことなんですよ、めちゃくちゃ怖いんですよ、すごい。だから本当にまあいろいろ事件あって、まあ、残虐な内容とかもありますけども、本当にこんなことを自分で考えて実行してたやつがいるんだなっていうところも本当怖いなって思いましたね。ということで、日本中を震撼させた凶悪な連続殺人事件ご紹介しました。以上、水曜ミステリーでした。ありがとうございました。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。本日はシャレにならない裏の話、略してシャレ裏のお時間でございます。やってまいりましたね。やってまいりました、第2弾でございますけども。そうですね、こちらなんですけども、視聴者さんからですね、寄せられた事件のここだけの話をですね、匿名と顔出しの禁止を条件にしまして、はい、詳しく聞かせていただこうじゃないかという企画でございます、ね、そうですよね、まあ、だからこの企画きっかけで、もしかしたら未解決事件の真相に迫るような話とか、まあ、解決につながるような話が出てき
けたらいいなってことで、はい、で今回の取り扱う事件なんですけども、はい、以前スイミスでもですね取り扱ったあの有名な凶悪事件でございます。はい、平成最大の猟奇事件と呼ばれております、うん、埼玉愛犬家連続殺人事件。なるほど、これは有名な事件ですよね、はい、でこちらなんですけども、うん、まずですね私の方から概要をざっと話させていただきます。事件が起きたのは1993年の埼玉県、うん、ある4人の人物が連続で失踪するという事件が起きました、はい、その4人とは会社員の浜崎さん39歳、うん、そして暴力団の組長代行である安藤さん51歳、うん、でその付き人の涌井さん21歳、そして主婦の谷口さん54歳。捜査が進むにつれて、うん、ある共通点があるということに気づくんですね、はい、でそれは4人全員があるペット会社の社長関根源とその妻風間ひろことの接点があったというね。なるほど、共通項があったんです、はい、で後に明らかになったんですけども、失踪した4人全員がですねこの関根夫婦に殺されていたと、いや殺害されていたという真相だったんですね。なるほど、でこの事件がですね注目されることになった最も凶悪なポイントなんですけども、この関根の殺害方法、うん、はい、彼はですね栄養剤と偽って毒入りのカプセルを被害者に飲ませて、でその後骨も残らないようなおぞましい方で遺体を解体するんですね。なるほど、関根はですね人を殺すことをボディを透明にすると表現し、うん、有名なフレーズですよね。独特なね言い回しするんですよ、はい、人殺しの世界大会があれば俺は優勝できるぞ。そのセリフは確かに、うん、あのお届けしていてすごい印象残ってます。そうなんです、で殺人を行うことにですね何のためらいもない、うん、罪の意識も持たないサイコパスだったんですね。でその後逮捕されたこの関根夫婦なんですけども死刑が下されています。なるほど、はい、こういった事件なんですけど、まあ、すごいね、今からもう30年近く前の事件ですけど、はい、今でもこういうみんなの記憶に残ってるというか。そうなんです、で確か映画化もされましたよね、はい、そんな ね事件ね今までなかったと思うんですけど、今回なんですけども、はい、これね我々の生配信で、はい、この事件に関わった人から、はい、DM が来まして、はい、で僕が一度体験談として、うん、マイルドな形で、はい、一旦お届けしたことがあったんです。生配信でありましたね。そうなんです、覚えてますよ。で今回は、はい、ちょっと異例の特別な形としまして、はい、実際その投稿いただいた方とおつなぎしまして、なるほど、でその完全版としてお届けしようじゃないかと、こと細かに聞くことができますもんね。北海道在住の H さんよろしくお願いします。お願いします。こんばんは、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけど、うん、この事件にどう関わっているのかからお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。私がですね、はい、それこそ今から約30年ちょっと前ぐらいですかね、はい、からつい10年くらい前まで、わかりやすく言えば、はい、アフリカケンネルのご夫婦と同じような商売をしてました。ほう、そうなんですね。そういったお仕事をされていたんですね、はい、うんうん、そうです。具体的にお聞きしてもいいですか、どういうお仕事だったのかっていう、はい、僕自身は、はい、ドッグショーハンドラーと言いまして、ハンドラー、はい、ドッグショーって犬の品評会ですね、はいはい、はいはい、まあ、そこで要はあのオーナーさんから委託を受けたいのを預かって、うんうん、そういうショーに持って行っても恥ずかしくないマナーを言えまして、ほう、まあ、あと毛の管理や、はい、体の管理をしてショーに連れて行くと。競馬でいうところの調教師と騎手兼ねてる仕事みたいな感じじゃないですか。はい、全くそのとおりです。いや、そうだ、そういうことなんだね。ね、そうですよね、はい、お預かりしていくら、出していくら、犬を引っ張っていくら、はい、トレーニングをしていくらっていうような商売ですね、はい、なるほどなるほど、はい、ちなみに客層ってどういう方多いんですか。まあそうですね、やっぱり馬主さんほどではないにしてもそれなりの金額もかかってきますので、お金持ちじゃないと、はい、ある程度オーナーさんには金銭力求められますので、うーん、でその当時ってやっぱりまだある程度バブルの影響も当然あったので、はい、そうですよね、結構個人事業主でも金銭的に余裕のある方、もちろん、まあ、ある程度大きいちょっとした名前の売れた会社の役員の方が、はい、
あーなるほど。あとはちょっと あまり心でははっきりとは言えない裏の世界の、うん、それも お金を持ったような方々ですね。なるほどなるほど、まあ一はい、ステータスみたいな感じなんですよね。そういうのを買うってことがね。そうですね、もう一番はステータスです。具体的にもっと聞きたいんですけど、はい、裏の人って、はいはいはい、具体的に どういう人ですか。具体的にどういう、あんまり具体的に言うと僕が危険かもしれない、はいはいはい、まあ、ざっとですけども、はい、日本の全国でも有名な組織の本当に、上の方もしくはそこを隠居してる方とかいう感じです。なるほど、はい、なるほど。だから最低限でも都道府県でのトップ、うん、プラスの方々ですね、その業界でも。うわすげえ。そういう人からこうオファーを受けてハンドラーの仕事されたということなんですけど、はい、エイサーその、はい、実際にですね、この関根、はいはい、犯人とどういうふうな関わり合いを持ってどういう感じになっていったのかちょっとお聞かせいただけますか。まずですね、はい、最初に西日本の方の、はい、とあるやっぱり裏社会のお偉い方から私に電話がかかってきたんですね。はい、それで陽先生元気にしとるかと、はい、はい、おかげさんでなんとかやっておりますなんていう話から始まって、はいはい、ところでよと、はい、いうことで、はい、その今の名前の出た関根源風間ひろ子がやっていたアフリカケンネルって知っとるかと、はいはいはい、あまあ、ものすごい広告料かけて広告出してたので、はい、よく売ってますよと、はい、どうされたんですかという話をしたところで、はい、ところでどういう連中なんだか知らねえかっていうことで、うんうん、なるほど。そこまでは僕も個人的にね、お話ししてるわけでもないですから、あくまで噂話と、うん、それまでは広告などで知ってるところでしかないので、あまりいい評判は聞いておりませんけど、どうされましたっていう話で、うんうん、そうすると、はい、やっぱり西日本のその方の知り合いのやっぱり上の方の方が、うん、そこから犬を飼ったと、はいはい、アフリカケンネルから子犬を飼ったんだと、うん、はい、それでこの犬はドッグショーに出してぜひともチャンピオンにしたい、仕上げるべきの犬だということになりまして、はい、うん、オーナーさんが自分の家に連れて帰ったんでは足が曲がったりだとか体型にくぐりが出てしまうと、だからぜひとも我々に全部管理を任せてほしいと、うん、はい、いうことで、まあ、もちろん子犬としての代金も当然高い金額を払ってるんでしょうけども、はい、プラスアルファで毎月の管理料を支払って結局はアフリカケンネルに預けてると。はい、だからアフリカケンネルから一歩も出ずに飼い主の顔を見ずに大きくなってる。はい、あれですか、 H さんはもともとアフリカケンネルの、はい、そういったなんか情報っていうのは握ってたんですか、いろいろと。なんかあんまりいい評判は聞いてなかったです、正直。そうなんですね。なんか、はい、こういう噂があったみたいなのって何かあります？具体的になんかやっぱり金銭的なトラブルですよね。あ、はい、あとはやっぱり当時急に名前が知れ渡ったなと思った時からもうデカデカと広告をガンガンかけてたので、うんうんうん、雑誌の広告料だけでもおそらく月100万超えてたんじゃないかな。すごいです、なるほど。で、その広告を出してる犬にそれぞれ飼い主がいるんです。そうかそうか、ね、そういうことですよ。ということはその請求も飼い主さんに行くわけです。ああ、そういうこと。ああ、なるほど。って考えたら管理料にプラスアルファ広告料にっていうあれなんで、結構べらぼうに高い金額を取られてたはずなんですよ。なるほど。同業者の中でもよくこんなことしてられるよなと、いっぱい金持ちのオーナーとはいえよくこんなことやってて続けてられるなっていうことでもやっぱりちょっとあまりよろしくない方で有名でした。そうだったんですね、いろんな疑念がこうあったんですね、やっぱりね。そうですね。実際にエイさん、あれですか、犯人夫婦に出会ったんですか。はい、そうですね、実際に、はい、接触してるんですよ。やっぱそうなんですね。そうです、はい、
で、先ほどの電話いただいた関西方面の大きいところからの指令で、はい、要はそのオーナーに一度も写真も送られては来ない、はい、近況の報告もないと、はい、で、その時で確か多分もう半年以上になるっていう話だったんです。で、その請求だけは来るが、写真もなければこう、報告もない、おかしいですよね。はい、だから犬の業界っておい、そんなもんなのかっていう問い合わせがたまたま知り合いのその方のところに来た。あ、なるほど。はい、だからお前ちょっと口も立つし本人たちと会うことないかと。はい、で、近々僕北関東の方に読書で出かける用事があるので、うん、ひょっとしたらそこら辺で会えるかも分かりませんねっていう話をしたら、はいはい、会ったらでいいからよ、ちょっとその辺詰めて聞いてくれ、血統書もまだこっち到着してないんだよって話だったんですよ、うんうんうん、なるほど。代わりに会ってきてくれみたいなノリですよね。そうです、そうです、そうです、うんうんうん、で、犬のことに関してもやっぱりそのなんだろう、犬の業界で素人さんが話すよりは、うん、犬の業界人の自分が話した方が、うん、だから犬の業界だったらこのくらいは当たり前ですよとか、うんうんうん、あまりにもひどいですねっていう話もできるかっていうことで、お前代わりに行ってこいっていう指令が出て会ってきたんですよね。へー、そうなんですね。で、実際に会われたということなんですけど、あれですか、どこでその2人と出会ったんですか。うん、おそらく北関東あたりの大きいロックショーだったので、群馬とか埼玉とかその辺だったと思うんですよ。きっとそのどんな第一印象でした？これちょっと気になりますね、うん、第一印象は。まあ夫婦揃って、はい、よくネットも含めて写真が出回ってると思うんですけど、うん、そうですね、見た目はもうあのまんまです。旦那の関根源氏の方がどちらかというと、はい、調子のいい営業トークまでできる口の立つタイプ。なるほど、なんかイメージ湧きますね。ね、あの写真ね、見た、ね、感じだとね、はい、だからとてもそのね、事件を起こして主犯になる、うん、っていうよりはちょこまかと小さい悪いことがいっぱいしてるんだろうなってタイプの男でした、正直。なるほどなるほど、はい。で、対してそう、風間の方はどうでした、はい、印象は。風間さんはもともとなんかその後の情報で、はい、そもそも割といいところの家庭で育ったという情報も聞いてはいるんですが、はい、もしかしたらその辺なのかもしれませんが、よく言えば真面目なんでしょうけど、ほう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 、そのドッグショーの会場で僕が関根源氏に対して、はい、血統書どうなってんだ、子犬どうなってんだっていう話をしますね。はいはい、そうですよね。そうするとやっぱり多少は返答に詰まったり気まずい顔をされるんです、はいはい、うん、そこへ割って入ってきて、何あなたこのドッグショー会場でうちの商売の邪魔する気って言ったのは実は風間ひろ子なんですよ。へえ、オラオラで来たんですね。そうですね、わりかし。お、女性の方。だからどっちかっていうと、そういう応用が効かない状態で言うときにはぐーっと自分のテンションを上げて言ってきてるのかなっていう、本来は生真面目な人なんだろうかとは思っていたんですけど、まあ人間なんで正直イラッとはしましたけど。エイツさんは、エイツさんどんな感じで対応したんですか。結局しどろもどろに、まあまあまあ、で、まあ風間ひろ子が熱くなったことでまた関根源が出てきて、まあまあまあ、お前ら二人とも落ち着いてくれって、紹介所で他の目があるじゃないかみたいな見てると感じで、そっと俺のところへ近寄ってきて、まあ後からまた詳しい話終わってからでもしようやみたいな感じだったんですけど、まあその辺あんまり僕もちぐはぐにできないたちなので、はいはいはい、まあまあ正直その2人相手に帰り道でもいいし後日出直してもいいから、お前らのところに行ってな、犬の確認もするんでよろしく頼むわっていう話をした感じですね。うん、若くてちょっと負けん気も強かったもんですから、ね、強気でって言い方は分かんないですけど、はい、後の事件を起こす犯人に対して、はい、そう、タイツさんの態度が俺はうわすごってちょっと思いました。
でもさすがにあそこまでのことやってると思いませんでしたしね。そうですよね、分からないですもんね、そんなことね。はい、で逆を言えばその西の方面のそういう大きいところの方なので、あの依頼者が、はいはいはい、ケツも持ち金も払うからっていう話で来てますから、毅然としたやつで行かないとってとこありますか、ね、そうですね、はいはい。その後って結局どうなっていくんですか。でその後、はい、結局ロック紹介所でもう一回ちょろっと話をしたぐらいで、はい、まあよかったらあの北海道からわざわざ来てんだったらまた出直してくれても決して悪い思いはさせんからうちに寄ってくれよみたいな、うん、いう話が出て、それこそうちの客紹介してそっちに付き合ってもいいんだぞみたいな、はい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 、やっぱりそういうところは調子がいいですね、この関根っていうところで。でまあいいよ、まずは俺したら一旦今回は帰るけども、はい、まあ依頼されてるところからどういう話になるかはっきりしてからお宅に、まあ場合によっては直接顔を出すんで、またその時はいろいろ作るっていう、まあ一応大人の対応をしてきたんですよ。なるほど、うん、で一度それからあの北海道も地元へ帰ってきたわけですよね。戻られて、はい、でその後っていうのは、はい、そんなこんながあってしばらくしてから、はい、あのまたその関西方面の方から電話をいただいて、うん、なぜかその関西方面のお偉い方なんですけど、はい、年の若い俺に向かって先生や先生って呼ぶわけですよ。先生だって噂で聞いたでっていう話で、うん、やりよるの若いのにさすがやろっていう感じで、うん、はいはい、の電話をいただきまして、はい、ああ。聞いたんですねみたいな、うん、そうですかみたいな話をしてたら、うん、でところだよっていうかな話が急にこうトーンが変わりまして、ちょっとこの話をもう保留にして関わるなっていう話が出たんですよ。はい、いきなりねそんなこと言われてもですよね、はい、そうです。だから俺もやっぱりちょっとね火種が腹の中にくすぶってるのもありますし、うんうん、いやいやいや、やっぱり受け負ったんだから最後まで話させてくださいよって話をしたんですけど、はいはいはい、そうすると、いやな、実は先生だからはっきり言うけども、はい、あの関根夫婦の周りに人が消えとる。うわ、ここでついに出てくる、はい、いや、ただ正直電話の中で消えとるっていう意味がまだ僕は分かってない。この時点だと分かんないですよね。そうか、はいはいはい、蒸発っていう話もありますしね、うん、はいはいはい、でそんな中でよくよく聞いてると、はい、あのいや実はあの結末をしてる先ほどもちらっと名前出た、はい、某組の若頭、はいはい、なんか若頭補佐の人間も行方不明になっとると、はい、おそらく殺されとるんだろうという噂だと。そんな人間まで手を下せるんだから。そうですよね、確かに、はい、いやそこなんですよ、組の人間にも構わず、はい、夫婦言ってるってことですもんね、はい、これは怖いね。そうなんですよ、怖っ。はい、でどうやら話を聞いてるとその人だけではなくその前にも金銭的なトラブルでそっち系の人方が数名姿を消してるっていう話もありました。はい、もちろん当然普通にあの金銭的なトラブルを起こしてるあのいわゆるあの一般オーナーさんもいるんですけど、うん、はい、何よりも先生内一番気をつけないかんのは、はい、警察が動いとると、うん、ほうほう、今尻尾を捕まえかかってるらしくて躍起になって動いてるとこだから、うんうん、言ったらあんたまでその警察のトラブルにまで巻き込まれてもつまらんので、うんうんうん、あ、なるほど。だからもうこれ以上首は突っ込むなと、うん、はい、で今までの分のこのことはあの謝礼ぐらいはわしがあのあれ工面してそっちへまた送金するから、はいはい、まあ腹の虫が収まらんのはわかるけどもちょっと収めるとこへ収めといてくれっていう話だったんじゃ。それを聞いて一さん的にはその時正直な気持ちとしてどんな感じでした。いやもう何ですか、唖然ですよね。どう考えてもごめんなさい、あのものすごい俗な言い方すると単なるコチンピラの親父だと思ってたので。ああ、印象的にってことですね。まあ見た目とか、はいはい、あった感じで、あれですか、 H さんの体感的に公表されている人数よりも多くの人間が、はい、関根夫婦に殺されている可能性が高いってことですかね。だと思います。うーん、
確証がないのでね、あんまり強気なことは言えないけど、断言はできないですけどね、まあ、はい、噂話だけでも裏業界の人間が数人消えてるっていう話ですし、でそれでもう関わるのをやめてから、エイサさん、その後どうなっていくんですか。それからですね、しばらく経って、もう関西方面の方から電話いただくも何もよりも、テレビでも逮捕っていう。逮捕。そうだ、捕まるんだ。逮捕が出てる。はい。はい。だいたい関わるのやめてからどれぐらいですか。そうですね、半年もではなかったのかな。で、その前がしばらく報道がびっちりにされてて、はい、報道で出てる姿を見てもまんま本人たちだったし、やっぱりちょっと言い訳がましいというか、言い訳が苦しいというか、もうこいつらで犯人間違いないんだろうなと思いながら、テレビを見てたら半年するしないで逮捕っていう報道が出ましたね。でその、まあ、実際に夫婦が逮捕されるじゃないですか。はい。でその後っていうのは何か、エイさん知っている話って何かあったりします？いやー、それ正直言うと、はい、共犯者とされてる方が一人いますよね。はいはい。コッコハウスなるあのブルドッグを繁殖して商売に個人的にしてて、アフリカケンネルの中で一応役員として登録されてた人間が共犯者としているんです。はい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 、はい、この方が出所してから司法取引的に、はい、まあ日本ではないんでしょうけど、本来はやってはいけないことなんでしょうけども、はい、まあいろんな証言をする代わりにということで早めに出てきて本とかを2冊ぐらい書いてるわけです、はいはい、本名ではなくちょっとしたペンネーム的な感じで、はい、なるほど、はい、その本の中の情報等で、うん、俺自身は刑を短くしてもらえる代わりに司法取引的に奴らの情報を要は提供したと、うん、まあまあ僕ら的に今チン殺しちゃったと、殺されて被害者たちが切り刻まれて川に捨てられたりもしてるけども、はい、まあ、あまりここはちょっとね聞かせづらいとこなんですが、はい、その当時飼育してた犬たちにも相当数食わしてるんだと。うわ、はい、その司法取引ではないけども、はい、その当時にまだ新婚って言っていい状態の若い嫁さんと2人きりにしていただいて、はいはい、拘置所かなんかの中で、はい、まあ男と女のそういう営みも黙認させて、していく、そうだったんですね、はい、はい、だからこれが正直本人のなんだろう書いてる本なのでサービストークじゃないですけど、まあまあまあそうですね、はい、脚色はあるにしても、だけどその後のスピードの展開ありますよね。報道でだーっと出てた2人が突然ドーンと逮捕だっていう話になって、あのスピード感からするとあながち嘘でもないなと、取引が、はい、行われていたと。なるほど、そうですね、いやすごい、これはすごいな、ね、一言に尽きる内容が出てきた。実際最後なんですけど、エイさん、この事件にですね、実際こう関与されてどう思いましたか。ポッカーンっていうのが正直な気持ちですよ。信じられないっていうところ、はい、あの手に取られちゃって感想も何も、あいつらがっていうね、感じでしたよね。でもなんか関わり方いかんによっては、はい、もしかしたら H さんも巻き込まれて、本当に、はい、変な話透明にされて しまった可能性もある、うん、はい、ことですよね。いや、もう本当に今頃こんなのんびり話できてないと思いますね。いや、そうですよ、そうだよね、本当そう考えるとすごく怖い、今更になって怖くなりますね、これはね、はい、いやだってね、日本史上ね、こう残って日本史に残ってるような事件の犯人に実際会ってね、関わってるっていうことですから、で詰め寄そうね、詰め寄るようなこう問題を行っていたっていうところがあるからね、関わるなの一言があったから、もう関わってるなっていうだけですよね。
いや本当にね、今回いろいろ貴重なお話、エイさんありがとうございました。ありがとうございました。とんでもありません。はい、また何かありましたらご協力ください。はい、よろしくお願いします。はい、いたします。いや今回も、はい、非常になんと言いますかリアルですよね、やっぱり。本当ですね、やっぱ実際に関わっている、まあ、ネットでもそうだし、はい、俺たちも実際ですね、このチャンネルの中で取り上げましたけど、はい、実際に会った人のその場でのやり取りのこういう感じの口調でっていうのところとかが、こういうふうにもう生で知れるっていうのは本当に貴重な時間だったなっていうふうに思いますよね。なんで今後もですね、この企画をですね、まあ、機会があれば、タイミングがあればですね、はい、定期的にやっていきたいと思っております。はい、名前と顔はですね絶対に出しません。関係者しか知り得ない、事件の情報、事件にまつわるここだけの話などがあればですね、概要欄にあります投稿フォームの方にお寄せください。よろしくお願いします。ということで、以上シャレにならない裏の話でした。どうもありがとうございました。